皆さんこんにちは、親子丼のすけです。今回はエイムを良くなるためにしたすべてのことってことで、個人的にこれやったら劇的にエイムに変化が出たなってことと、逆にこれからこういうのもやっていけばもっとエイム良くなるだろうなってこともあるんで、記録を兼ねて動画にしてみます。実際の僕の上達の道筋を辿っていくことになるんで、今までの動画で詳しく話してるところもちょくちょくありますが、雑談ベースで聞いていってください。いくつかのチャプターに分けて話していくんで、ぜひ最後までお願いします。今回は MSI さんの提供で動画制作しています。それではまずチャプター1ですね。感度を変えるということ。正直に言います、この Apex っていうゲームはある程度ね、指の操作ができている状態だったら、感度の良し悪しでもう7割ぐらいエイムが決まってくると言っても過言ではないです。自分が Apex を始めたシーズン4とかの時は、まあ詳細感度が基本的にメジャーで、数字感度はねほとんど使われてなかったんですが、本当にねいろんな感度使ってきたんで、いろんな感度使った初感ちょっと話していこうと思います。まずは最初この感度、この感度は僕が Apex を始めて約1ヶ月半初めてマスターに到達するぐらいまでに使っていた感度です。アホみてえに高い反応曲線と、めちゃめちゃ低いエイム時感度みたいな感じで、とんでもなくね尖った感度なんですが、まあこれでもマスター1はいきました。この感度は反応曲線がめちゃくちゃ高いんで、中距離はねめっぽう強かったんですが、近距離はだいぶ弱いって感じでしたね。これ当時 Apex 本格的に始めて1週間のが2週間ぐらいの時の射撃訓練場の練習映像なんですけど、まあうまくないよね。エイムアシストの強さで中距離とかは当たってたんですが、近距離とかのリコイル制御はね全くできていないという状況でした。でそこから変わったのがこちらの感度、いわゆるマロンさんのマロン感度を参考に自分なりにちょっと改良加えたやつで、まあちょこちょこね自分のね昔の動画でも話したら感度なんですが、これがだいぶ良くて、もうこっから2年ぐらいずっと使ってたんですよね。メインで使ったなって思ったのはここの2つだったんですが、他にもいろんな感度使ってきて、その度に動画上げたりして、なんだかんだねこんな感じで皆さんにね見られるぐらいのチャンネルになってきたんですが、正直に言います、正直このゲームの一番強い感度というか、もう結論感度は確実に43リニアです。これはもう間違いありません。自分は43リニアだとちょっとね感度高く感じるんで、あえてね32リニアみたいな感じで使ってるんですが、もう低感度リニアがこのゲームもうどう考えても一番強いです。もちろんねカービンが強かった時代とかはクラシックまだね使えるかなっていうタイミングはあったんですが、基本的には43リニアが最強というか、もう大多数の人が使っている感度ということは覚えておきましょう。リニアだとどうしても癖が強かったり、まあクラシックとか詳細の方が当たるよっていう人もたまにはいるんですけども、大前提、いろんな感度使ってきて、一番このゲームに合っている感度だなっていうのはもう43リニアです。それは間違いないので、あくまで僕個人の意見としては、あーだこーだ感度設定するよりかは43リニア使うのが一番手っ取り早く強いと思います。自分も結構ね、この感度強いよみたいな動画上げたりしてるんですが、それも全て43リニアね、ちょっと使いづらいところもあるんで、43リニアを誰でも使いやすくなるように感度下げたりして調整してるみたいな感じなんで、もう X とかでもねいろんな設定売ってますみたいなのあると思うんですが、もうインペリアルハル、もう世界大会優勝してるやつが43リニア使ってるんだから、もう43リニアが一番強いんです。もうそれぐらいの気持ちで考えておきましょう。である程度感度を43リニアに寄せたら、次めちゃくちゃ大事なのが指の操作ですよね。極論ですが、どんな感度でもスティックをねうまく操作することができれば、自分の射撃する全ての弾を相手に当てることができる。まあねそれがねできないから難しいんですけど、指の操作の再現性っていうのをめちゃくちゃ上げることを自分は強く意識していました。例えばコントローラーは常にこの位置で置いてプレイするだとか、指は常にここに置いてプレイするみたいな感じですね。特に自分は指は常にこの位置に置いてプレイするっていう感覚がめちゃくちゃ大事だと思ってて、そういう意味で指の置き方がめちゃくちゃ大事だよって話だったり、フリーク選びもめちゃくちゃ大事だよっていうこともよくね話したりしてます。ところで皆さん、パッド特有の操作の強みって何かわかりますか？もちろんねエイムアシストが強いとかいうのもあるんですが、キーマウにはないパッド唯一の強みっていうのが一つだけあります。純正のパッドにしかない唯一の強み、それは同じ速度での視点移動がめちゃくちゃしやすいということ。例えばキーマウだと全くね同じスピードでマウスを動かし続けなくちゃいけないので、等速で視点を動かすっていうのは結構ね難しいんですが、同じ角度にスティックを倒し続けるだけで簡単に一定速度で視点を動かすことができます。これが一番の強みです。でこれって体力の多い Apex っていうゲームだと思う、めちゃくちゃ暴力的に強くて、皆さん正対して撃ち合うとき基本的にレレレイドをしながら撃ち合いますよね。
横移動してる時の相手とね、自分の移動速度っていうのは基本的に等速というか同じ角度同じ速度で移動するんですよね。なんで常に同じ速度で視点を動かし続けてくれるパッドっていうのはめちゃくちゃ強いし、それにエイムアシストが乗るとまあさらに暴力的に強いと。もちろんね、エイムアシストがなかったら全然弾当たんないし、まあマウスの方が操作性はいいに決まってるんですが、エイペックスっていうゲームは体力も多いし移動速度も速いゲームで、マウスとかだとね可動域の限界とかもあったりするんで、どんな角度でも同じ速度で視点を動かし続けることができるっていうのはめちゃめちゃ強い。でその強みを生かすっていうためにリニアがめちゃくちゃね相性いいんですよね。リニアはいわゆる反応曲線ゼロ、スティックを倒せば倒すほどそれに応じて視点を動かしてくれるんで、相手のレレレの速度に合わせて常に同じ速度で視点を動かすっていうのをめちゃくちゃしやすいんですよね。この相手のレレレの速度に合わせてスティックを倒す角度決めるだけっていうのはめちゃくちゃ重要な感覚だと思っているので、次のチャプターでも話していきます。それではチャプター3、目を正しく使えるようになるということ。結構ねキーマウの上手い人で目の使い方の動画みたいなの上げてる人もいらっしゃると思うんですが、個人的にエーペックスにおいてはパッドとキーマウで目の使い方結構変わってくる気がするんで、自分の目の使い方の変化と成長をそれぞれね分けて話していこうと思います。ここはあくまで自分の経験則なんですが、個人的にこの動画の中で一番大事なチャプターなんじゃないかなと思っています。背景の映像も当時の変化に基づいて変えていきましょう。まず自分が目をうまく使えるようになって自分のエイムを良くしようって思った時に、真っ先に考えて実践したことは相手の動きの隅々を最初から最後まで見るということでした。ひたすら目の焦点を相手に合わせ続ける。そうすればどんな敵も追えるだろうみたいな、まあ単純にまあちょっとねアホな考え方なんですけど、そう思ってたんですよね。敵と撃ち合う時はもう常にまぶたをかっ開いて、もう相手の動きだけを見る、そんな感じでやってたら背景映像ぐらいのエイムにはなったんですが、個人的にはねパッド特有の問題点みたいのがあるんですよね。もちろんキーマウだったらこんな感じの目の使い方でもいいのかもしれないんですが、パッドでこの目の使い方しすぎてしまうと相手のレレレの動き全体を見てると、こういうね相手の細かいレレレの切り返しなかなか追うのが難しくなってしまいます。背景像一応ワンマガはできてたんですけど、ダメージは繋がってないですよね。個人的にはワンマガはできたけど、まあそこまでいいゲームではないなと思います。なんでまぶたかっぴらいて相手の動きを追うだけじゃダメかっていうと、キーマウだったら右にマウスを倒せば右に動きます。で左にマウスを倒せば左に動きます。これ当たり前だと思うかもしれませんが、実はパッドだと当たり前ではないです。まずパッドで右にスティックを倒します。右に動きますよね。で右にスティックを倒した状態から左にスティックを倒します。するとどうでしょう。この真ん中のポジションから左に倒れるまでは視点動くんですが、この右から真ん中に戻るまでの部分は、あらびっくり、視点動かないんですよね。これ皆さん気づいてましたか。なんでパッドはもちろんね相手の動きだけを目で追っかけるっていうのは大事なんですが、それに加えていくつか追加で考えておいた方が良いことあります。最初に自分の動画でもよく言ってるんですが、相手を目で追うとき相手のレレレの切り返しを特に意識して追うということ。さっきの相手のレレレの切り返しを完璧に追えていなかったのは、相手のレレレの切り返しに対応反応できていなかったからです。人間って当たり前なんですけど、特にね次この動きしてくるなっていうのを意識してればそういうのが追いやすくなるんですよね。裏を返せばさっきちょこちょこ弾を外してしまっていたのは、相手のレレレの切り返しをあんまり意識してなくて、切り返されるたびに、あ、切り返した、あ、切り返したってびっくりしちゃって完璧に追えてきなかったっていうのもあります。まあ、ちょっとこれは大げさな言い方かもしれませんが、それぐらい意識してるか意識してないかで反応速度っていうのは変わってきますよね。もちろんスティックを倒す遊びがある以上はある程度はね完全に追えないっていうのはあるんですが、エイムアシストっていうのもあるんで、そこそこの反応速度を持ってればしっかりダメージがつながるっていうこと多いです。そういう意味で反応速度を上げるために相手の動きを先に意識していくっていうのも大事になってきます。もっと言うと切り返しよく見てればミラーリングだったりアンチミラーリングっていうのもしやすいんで、そういう意味でも良いことでしょう。最近のうちは見てると大体ワンマガしてるときアンチミラーリングがミラーリングうまくできてますね。それでは次、レレレの切り返しだけではなく相手が今どの方向を向いているのかっていうのを見て、相手の次の動きっていうのを予測するということ、これもめちゃめちゃ大事です。ちょっとねこの動画見てほしいんですけど、最初スラジャンしてる相手に向かってエイムを合わせています。でスラジャンした相手っていうのはこの左下の方に動いていくんで、自分もそっちの左下の方にエイムをずらしていきます。そうすると弾当てやすいですよね。
で、もっと言うと相手の向きっていうのも大事になってきて、これ次の打ち合いがめちゃめちゃ大事なんですけど、またね相手スラジャンしながら出てくるんですが、これちょっと画質悪くてアップしても見づらいんですけど、相手ねこっちの方向きながらスラジャンしてきてるんですよね。こっちの方向いてくるってことは、相手はそのまま右に逃げるんじゃなくて自分と向かい合って対面をしてくるはずだっていうのを読んで、その右にエイムをずらすのではなく、スティックの移動を緩めて打ち合って、相手が打ち返してくるときに被弾しないように体を遮蔽に隠して、その相手爪で倒しきるみたいなことをやってます。こういう単純に相手の動きを見るだけではなく、人間の集中力には限界もあるので、どういうところにリソースを割くかっていうのも個人的にはめちゃくちゃ意識しています。まあ自分がねあんまり容量良いというか頭いい方じゃないんで、完全に相手の動きだけ見て終える人もいるかもしれないんですが、自分はね相手の動きを見て脳みそのレベルが足りないなりに頑張って相手を追えるようにしてるみたいな感じですかね。ちなみになんですが、最初相手をただただ目で追うだけだとあんまり良くないよっていう話してたと思うんですが、これ過去クリップなんですが、相手をただただ単発武器で撃つっていうだけだったらひたすら目で追った方が良いという場合もあります。時と場合によって使い分けてあげましょう。というのがチャプター3目の使い方でした。それでは次、チャプター4、反応速度応答速度上げるということについてです。ここちょっとねアホっぽい内容になっちゃうかもしれないんですが、エイム良くなりたいんだったら個人的にまあ目の使い方の次ぐらいには重視した方がいいんじゃないかなっていうチャプターですね。他の人とだいぶ差がつくポイントだと思います。まず大前提なんですが、反応速度が速ければ速いほど、さっき話してたレレレの切り返しみたいなのを追いやすくなったり、単純に相手の動きに指が追いついていきやすくなります。で、反応速度を上げるには二つねパターンあると思ってて、一つがまあ単純に自分のまあ人間的な反応速度を上げるということで、もう一つなんですが、デバイスとかによってパソコンとかプレステとかに入力される応答速度っていうのも変わってくるので、そこら辺を意識していくということ。それぞれねちょっと箇条書き形式なんですが、自分が個人的に意識してやってきたことを全部紹介していきます。まず前者の物理的に反応速度を上げる方法について、個人的にまあ今意識してやってることは二つ。一つはモニターと顔面を近づけるということ。これ科学的に反応速度が実際上がるみたいです。まあ実際に生きてて目の前に急に物とかがバッて出てきたら、そりゃね反射的に手とか動きやすいですよね。そういう意味でだいたい自分は目とモニターの距離、まあ25センチから30センチぐらいでゲームプレイすること多いですかね。近すぎると目悪くなるんで注意しましょう。それでは2つ目、さっきもねチャプター3で話したんですが、目の使い方と同じような感じで相手の次の動きを常に予測しておくということ。そうすることによって相手の動きにだいぶね指も反応させやすいです。ただ一つねここ注意点があって、相手がね予想外の動きしてきた時に全然追えなくなっちゃうんで、たくさんゲームをプレイするっていうのも重要になってきます。それでは後者の方のデバイスによって変わるところを見ていきます。ちょっとここ詳しく説明してると日が暮れちゃうんで、ざっくり解説していきます。まずは有線接続でプレステ5のコントローラーを使うということ。これ結構重要です。応答速度っていうのは同じ USB ケーブルでもタイプ C とか USB の形状によって変わってくるみたいです。一応接続するときプレステ4のコントローラーよりプレステ5とか Xbox のコントローラーの方が入力速度っていうのは速いようです。なんで海外のプレイヤーで Xbox のコントローラー使ってる人多いみたいな感じですかね。一応速度自体は Xbox コントローラーが最速みたいなんですが、配置的に個人的にモンハン持ちづらいのでプレステ5のコントローラーでやってます。次、ここがね個人的にめちゃくちゃ大事、ゲーミングモニターを使うということ。特にねテレビとかで Apex とか FPS ゲームをやってる人は絶対に応答速度の速いゲーミングモニターでやった方がいいです。具体的には 1ms を切ってるぐらいのモニターでやるのが一番いいですね。 1ms 前後のモニターだったら大体2万ぐらいあれば余裕で買えるんですが、こっからねもうちょっと 0.8 とか 0.6ms みたいな感じでやっていくと、急に3万とか4万とか値段跳ね上がってくんで、正直 1ms 以下はあんまり差ないんで、まあ最低 1ms ぐらい買えるようにしておきましょう。正直自分は今応答速度 0.6ms の3万5000円ぐらいするモニターでやってるんですが、ちゃんとしたゲームモニターだったらあんまりね差は感じないです。ただテレビとはめちゃくちゃ変わってくるんで、そこだけは注意しておきましょう。もうねテレビとかで Apex やったら全く敵追えません。それでは次、 HID USBF を使うこと。これ無料でできます。
ここはちょっとねパソコン限定なんですが、パッドの遅延をだいぶ減らしてくれます。以前の動画でも紹介しているので見てください。それと NVIDIA リフレックスを必ずオンにすること、特に低スペのパソコンだとオンにする恩恵大きいです。デバイス全体のパソコンに対する入力速度っていうのが上がるので、確実に PC の人はオンにしておきましょう。あとは単純にマシンスペックを上げるっていうのも結構重要ですね。これ応答速度の話じゃないんですが、自分がねプレステ4でやってる時もプレステ4だと全然ね 60fps 切って 50fps ぐらいしか出なくなっちゃってたんで、プレステ4プロに買い替えたりとかもしてました。お金に余裕があるのであればですが、こういうところも個人的に重要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。でちなみになんですが、応答速度が上がった時にだいぶ感度速くなったように感じるかもしれませんが、それは当たり前のことです。なぜならもうスティックをね倒した瞬間にそれが即座にパソコンとかコンシューマーゲーム機に反応されているってことなので、そこに慣れるのに多少時間がかかってしまうことになるかもしれませんが、絶対にそっちへ慣れた方が良いです。で特になんですが、プレイステーションから PC に自分が移行した時に、もちろんねエイムアシストにも差があるんですが、個人的に一番大きく実感したのはこの応答速度の差というところです。もう CS より PC の方が圧倒的に応答速度速いです。なんで感度めちゃくちゃ高く感じるは、まあエイムアシストもちょっと弱いわで、最初はねエイム結構ぐだりやすかったんですが、応答速度が速い方が確実にね相手追いやすいし、多少エイムアシストにもね頼りづらくなるんですが、エイムの下振れっていうのがだいぶ減って、エイムの平均値がめちゃくちゃ上がりましたね。やっぱり CS とかだとエイムアシストの強さで上振れは強いんですが、相手の速い動きに応答速度的に追えないことが多いんで、どうしてもね下振れ増えちゃうんですよね。なんでそういうマシンスペック的なところもめちゃくちゃ大事だと思ってます。 PC 移行した時もう 60fps とかしか出ないパソコンでやってたんですけど、それでもプレステとかでやるよりは良かったです。それでは最後、これから自分がエイムを良くなるために必要なことをちょっとだけ話していこうと思います。ここまでエイムについていろいろ語ってたんですが、まあ自分もねまだまだプレデター行ってようがなんだろうが、上には上いくらでもいるし、まあ上手い人の中でもまあ平均地点とか、まあ平均地点よりちょい下ぐらいなんで、これからも上手くなる余地ありということで、これから自分がこういうことやってたら上手くなるやろうなっていうことをまとめていこうと思います。ちょっと箇条書き形式で話していきましょう。まずは凸型ではなくボコ型のフリークを使えるようになるということ、これちょっと個人的な所感多いんですが、まあ日本のプレイヤーは結構ね凸型のフリークでやってたりとか、凸型のスティックの形状でやってることが多いと思うんですが、海外の上手いプレイヤーだいたいねへこんでるフリーク使ってるようなイメージはあるんですよね。なんで個人的にはちょっと一旦そっちの方も挑戦してみようかなっていうふうに思ってます。で一応ねボコ型のフリークの方がスティックを倒す速度自体っていうのは速くなりやすいんで、応答速度が実質的に上がるみたいな感じになると思います。何か上手くなるためのヒントぐらいにしか感じないかもしれませんが、ここも一つポイントです。であともう一つなんですが、パソコンのスペックを上げるということ、正直自分は今ね高設定でプレイするとだいぶねカクつくようなパソコンでやってるので、だいぶハンデを持ってプレイしてるように感じるんですよね。さっきのチャプター4でも話した通り、応答速度の速さっていうのは割とねパソコンのスペックとかにも依存してくるんで、良いスペックのデバイスでプレイするっていうのも一つの上達の道です。あ、宅配便だ。すいません、ちょっと行ってきます。いやせっかく気持ちよく動画撮ってたのに、なんだよこれ。え、なにこれ、なんだこれ、こんなん頼んだっけな、これ、なにこれ、パソコンかなこれ。ということで今回紹介するのは MSI RTX 4070 スーパーゲーミング Extreme。 白基調の活かした見た目ですがスペックも凄まじい。僕の普段使ってるこちらオンボロタコ足配線 PC RTX 3070を積んでいますが、最高設定にすると一番重い高価値は初動に 100fps 前後になることもしばしば、最低設定でも 200fps 出るか出ないかくらいです。しかしこちらの MSI RTX 4070 スーパーゲーミング Extreme は一味違う。警告マークが出る最高設定でも APEXが重いタイミングで 200fps 近くを叩き出し、最高設定からほんの少し下げるだけで 299fps 貼り付けの超高性能。しかも NVIDIA 製品なので応答速度上げる NVIDIA リフレックスも使用可能。そしてなんといっても美女が良い。僕の部屋は完全にゲーミングオタクちゃん部屋なんですが、この白基調で七色に光る美女めちゃめちゃ合う。皆さんもグラボ選びに困ってる方はどうぞこちらよろしくお願いします。
はい、ということで MSI さんからのご提供で動画作成させてもらってるんで、スペックの話から飛躍させて楽しく宣伝させていただいたんですが、スペックの低いオンボロ PC でプレイしていて、もっとゲームをうまく快適にプレイしたい方いかがでしょうか。ちなみにそれに加えてスリムという名前の通り、サイズがスリムとなっていて、だいぶ従来より小さく軽くなっていて、ケースにも入りやすくなったらしいです。また MSI 独自の冷却システムも搭載しており、マッチ中盤でも熱暴走せずに安定稼働しますとのことです。実際問題、自分ももともと GeForce の GTX960 とかいうね、とんでもねえ低スペックのパソコンで、まあ、PC で Apex やってたんですけど、まあ、60fps とかでやってて、そこから RTX3070 に行ったみたいな経緯があって、スペックが上がるとね、マジで応答速度とか快適性上がるのは実感してるんで、余裕があってスペック上げたいよっていう人は検討ありかもですね。正直僕もめちゃめちゃ欲しいんですが、大人の事情で返却しなくちゃいけないみたいなんですよね。MSI さん、コラボ PC とかでいいんで、どうぞよろしくお願いしますって感じなんですが、報道が見て少しでもいいじゃんって思ってくれる人がいるなら本望です。ということで、こういう感情動画作る機会を与えてくれた MSI さん、それと自分のエイム上達の流れを聞いてくれた視聴者の皆さん、ありがとうございました。実際に自分の考えてきた流れなんで、大事なって思ったところだけ取捨選択して、自分の練習なりに取り組んでもらえれば嬉しいです。ということで、今回の動画は以上になります。ブックマーク代わりのグッドもよろしくお願いします。それでは以上、あやほとんのすけでした。